アーティストの魅力を新発見、そして再発見。今回は女優、米倉涼子。アーティストポップ。FCI ニュースキャッチをご覧の皆さん、おはようございます。米倉涼子です。視聴率女王とも呼ばれる日本のトップ女優、米倉涼子さん。1992年、全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。トップモデルとして活躍すると、1999年、女優宣言とともに演技の道へ。松本清張原作シリーズや大ヒットドラマドクター X などで主演、高視聴率も叩き出してきた。また5年前にはミュージカルの本場ブロードウェイで、日本人としては実に54年ぶりに舞台の主演を務めた。そしてこの夏再びニューヨークへ。刺激のある場所、演劇の宝庫、ブロードウェイでアジア人として初めて主演でステージに立ったミュージカルの王道、シカゴへ戻ってきた。ね、前回はもう突っ走ってとにかく終わらせなきゃっていう感じだったんですけど、今回なんかこうなるべくクオリティを自分のありったけのものの中で一番高いところでやれたらいいなと思ってて、俯瞰からなるべく見るようにしてました。すっごく緊張してたっていうのが、次の日起き上がり拳みたいな、すぐ起きるんじゃなくてもうすぐ倒れちゃうみたいな、なんか全部エネルギーつぎ込んじゃったみたいで。Cute Japanese Korean That was me。 10年前そのステージに魅せられ、とにかく出たかったというシカゴ。女優としてのターニングポイントの一つになった。単純なところですね。お話も分かりやすいし、歌とお話の組み合わせがすごくシンプルだし、でなんか私にもできそうみたいな風に思える振り付け、こう見かけがやっぱり分かりやすいっていうのが私の中でこうスコッて入ってきたんですよね。米倉さんが演じるのはどこか憎めない小悪魔的な魅力を持つロキシ。愛人を殺した彼女はあらゆる手段を使ってスターになろうとする。何とかして掴むぞみたいなのは、まあ、私がブロードウェイに出たい、なんでこんな私がと思うんですけど、何とかして出たいと思っていた思いと似てるのかな。本当にちっちゃなことなんですけど、例えば私はもともと普通の日本のファッション誌をやってたんですけれども、こう何も言葉を喋らないで気持ちを表現することよりも、なんか全て出し切っちゃって表現した方が合ってるのかもしれないと思って、お芝居する方に転向した時に、まあ、でも夢は叶ったのかなとも思いますね。で3年でなるべく主役を取ろうねって言いつつ、ほとんど寝ないで仕事をして、みんなで力を合わせてやって、そうですね、ちょうど3年目ぐらいに主役を取れて、あんまりなんかこう私はハリウッドデビューするんだとか、そういうなんかこう大きな夢とかはほとんど持たずに、こうちょっとずつちょっとずつ登ってきたっていうか、ここまで来たなっていう感じはあります。ネタは買ったんですけどね、スケジュールすごかったね。彼とかはもう本当に後ろ目向きながら一緒に仕事してきた仲間なんですけど、そうじゃないと勝ち取れなかったんだと思います、日本の演劇界の第一線で活躍し、またファッション界からも今最も輝く女性、パワフルな女性としても数々の賞が贈られてきた。そのかっこよさが女性の憧れともなっている。怖いもの知らずのように見えるかもしれないんですけど、逆になんかすごく怖いからもう行っちゃえみたいなところはあるかもしれないですね。あと緊張すると逆になんかこう自分を押し出しちゃう性格があって、早口になったりとかオーバーアクションになったりとか、そういうところがそう見えるんですかね。全然負けっぱなしです。本当にみんなのを本当に泥棒してます。私みんなの本当ティップスをもらって
生きてます。お芝居だって小さい時から勉強してきたわけではないので、いろんな人の助言をまあかき集めてきてますし、そうですね、カンニングばっかりですね私そういえば女優宣言から今年で18年、ライフワークともいえるシカゴや舞台のほか、毎年何本ものドラマの主演をこなす米倉さん。シカゴとかに限っては本当に同じセリフ、同じ台本をみんなが持って20年ずっとやり続けてきてるわけですけど、人がちょっとずつ変わることによって、あの人の英語ちょっと分かりにくいとか、あんな風にあのリズム取るんだとかっていうので急にぐさぐさくるんですね。なので人によって全然自分も変わってくるのが楽しいんですよね。またあの違う台本でも初めて会う人、昔会ったことがあっても違う役としてお会いするとまた全然違う感情が生まれたりとか、それはなんか本当に、化学反応っていう、そういう意味では楽しいですよね。ちょっととりあえず幕開いちゃったらもう身を任せるだけみたいな、ギャンブルです。あれ昨日なんかそんな話しつつね、また人の盗みました人の言葉を私は私は今年の7月に、ブロードウェイでアンバサダーシアターでシカゴをやらせていただきました、今後また機会があったらぜひこちらに来て頑張りたいと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。